側は NEXCO 東日本です。では3時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめは京林道の三田方面へ向かわれる方をお知らせします。柏運転から海のサービスエリアまでの区間に通りがあるという第1報が入りました。続いて東北道の宇都宮方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。吹雪のため午前2時12分より芝川運転から野口運転までの区間で通行止めになっています。続いて陸上無形島線上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。韓流ラジオ外観2002年よりお伝えしました。あなたの実際は何ですか？東日本、こちらは NEXCO 東日本です。午後3時50分現在の道路交通情報をお知らせ。